ネオバンキッシュ、いつになったら発売するかな。ということもあって、新シャーシまだ発売されそうにないので、以前に紹介しましたアドバンシャドウシャークリミテッドを使って改造をしていきたいと思います。今回やる内容としましては、復習も兼ねて簡単に説明していきながら一通りのセッティングを組んでいきます。シャドウシャークベースになるシャーシが AR シャーシ、 AR シャーシは裏面から電池を取り外したり、モーター交換といったメンテナンス性に優れていて、シャーシ自体も硬い合成のあるシャーシとなってますが、その分シャーシ自体重量が 18g と少し重い設定になってます。そういうわけで、まずはシャーシの肉抜きをしていきます。基本的にシャーシを肉抜きする場所として、電池受け、ここを抜いていきます。今回の肉抜きのポイントとしては、いわゆる片軸シャーシということでプロペラシャフトを取り付けていくのに、電池受け、特にこの部分は残すようにして、電池とシャフトが干渉しないようにしましょう。ちなみにどれだけ減量できたかというと、はい、わずか 1g の減量。あとはバンパーカットですが、ギミックを取り付けるタイミングでいいので、スラスト調整も考えていかなければいけないとなると、個人的にはあまりバンパーカットをおすすめしません。ではシャーシの加工が終わりましたので、もろもろのセッティング、タイヤ、特にホイールに関しては 72mm のシャフトを使ってホイール貫通、ギア周り、どのシャーシでも見ていくポイントは同じですが、 AR シャーシの場合プロペラシャフトを詰めすぎるとクラウンギアの噛み合わせがギリギリになるので、今回はあえて遊ばせておきます。プロペラシャフトとスパーギアが干渉しないように 1.5mm スペーサーで位置出しです。カウンターギアは抵抗抜き、いわゆるフローティング加工。では最後にローラーセッティング。いやー、予算があるっていいね。以前やった通り基本的なセッティングはそのままに、今回は38mm の両ネジシャフトを使ってるので、上段ローラーが長い分補強プレートを1枚入れてます。リアブレーキと引っかかり防止ステーはこんな感じ。フロントを見ていきますと、フロントバンパーの仕様は FMA シャーシと同様、スラスト調整ができるようにリアステーを取り付けて、フロントローラー、今回は 8-9mm の2段ローラーを取り付けてみました。はい、これでシャドウシャークファーストセッティングが完成です。ファーストセッティングということなので、このセッティングを基本にまた改造を進めていきたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。